はいどうも、なおちんです。さあ今日もマイクラレジェンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はここ攻め込みたいと思います。アンブレイカブルの要塞ですね。ボス戦となります。では行きましょうか。まずはランチャーでぶっ壊していこうかな。もう門はそこにあるんだけども、ちょっとランチャーでぶっ壊していった方が早そうです。ちょっとここ整地してからね、配置していきますね。それでは敵結構出てきたな。めんどくせえな。とりあえずここら辺から作っていこうか。2つぐらい作って、3つ作るか。いやいや3つは作りすぎだ。2つ作ってちょっと交互に打っていきましょう。 OK。 まずはピグリンが出てくるところをまず攻め落としましょうかね。徐々に中に入っていきましょう。 OK、 いいね。もう門を破壊していきましょうかね。もう破壊していこう。で早めに中にも突っ込んじゃいましょうか。 OK、 門の横の壁が崩れた。でこれで門を破壊できるか。ちょっと横の方からいくか。この辺りからどうだ。終わり。壁は破壊できるけど門がなかなか落ちない。次で落ち、あ、いや落ちたか。いや落ちてない、落ちてない。なかなかしぶといぞ。 OK。 でこっちも回復するので先を打ち抜きましょうか。この辺りでいいかな。 OK。 でもう少しで壁が完全に上までつながりますね。つながるじゃない、壊れる。一気に攻めていきましょう。そろそろいいかな。もう攻め込みましょうか。まずは結構雑魚が多いので、雑魚処理をしつつ突破していきましょう。まあ雑魚処理っていうこともないけどもね、まあ、普通に攻めちゃいましょう。もう先にねこっから行きたいんだけども、どうもあそこの壁が壊せないんだよね。なのでもう回っていくしかないね。おーい、これがいるんかーい。めんどくせえな。こっち側から進んでいきましょう。これがあるとめんどくさいんだよね。 OK。 いや結構敵多いかも。いや多いわ、いっぱい来る、いっぱい来る。むちゃくちゃ多いわ。あっちか、入り口は。ちょっと入り口の方を確保しましょう。周りも倒していきたいけども、もう今回はサクッといきましょうか。もう必要な資源も別にないし、まあ、ここら辺だけはちょっと壊しとこうかな。いや金ももうほぼいらないな。もうほぼいらないので、あ、でもここを一度壊してスポナーは設置しようか。設置した方が早そう。ちょっと待って、どこにある。あっちか、これか。あっちが向こうだな。ちょっとめんどくせえのがいるな。とりあえずここの金だけはちょっと取っておきましょう。でここ広げてスポナーを置きましょうかね。また来よるぞ。音がするから分かるからね、ヒューンっていう音がするから分かりやすい。なんで攻めようかな。ま、とりあえずスケルトンがいればなんとかなるか。スケルトンを多めに持っていきましょう。全部で27。あ、結構いるな。OK、行きまーす。危ない危ない危ない、爆発するよ。ここにもあったか。 OK、 大丈夫大丈夫。
まずは奴らのリーダーを倒さない。ちょっと待って一体サボってるのがいる。ちゃんと旗もね拡張してるんでいいはずなんだけど、ボスがすぐそばにいる。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、行くぞ。ボスに突撃だ。ここは何が有効だろうね。弓があんまり有効じゃないかもしれない。ならばもうクリーパーか。あ、間違えた。クリーパーをちょっと持っていくかの方が早そう。いや意外とこいつタフだぞ。弓が効きにくいのかもしれません。一気にやられてる、やばい。奉仕のボスよりもこいつの方が強えか。よっしゃ、いくぞお前たち。クリーパー作戦だ。いってる？いってないね。どうしたクリーパー。いけ。いや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 、結構難しいかも。あ、いやでもちょっとずつは減らせてる。うん、あとはもうとにかく、マジか。クリーパーをどんどんぶつけていこう。あれで妨害されるのか。いっけ、マジか。ちょっと待って、あれ妨害してくるから、まずあそこの、そうそうそう、このタワーをぶっ壊そう。この巨大ピグリンはもうすぐ倒れる。 70%、 いやまだまだ結構あるぞ。まずここちょっとぶっ壊せ。いけるよね。おっしゃ、オッケー、いいね。これで召喚を邪魔されることはなくなった。10体ずつぐらいこまめに送っていきましょうか。いいダメージ、いいダメージ減ってるよ。いけ、どうだ。うん、おーおー、いいぞいいぞいいぞ、一気に減るね。クリーパーだと一気に減る。これをちょっと繰り返していこう。これでどうだ。いやクリーパー全然攻撃してないぞ。ちょっと待って待って、ミスってるか。いけ、いったっしょ。オッケー。ボスは結構 HP 高めだけども、ここのね要塞は攻めやすいから好きなんだよな。うーん、やっぱりね、レッドストーンランチャーか、あれでドッカンドッカンするのがなかなか楽しいですね。はい、ということで今日はアンブレイカブルの要塞攻め落としてみました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。